年頃の少年少女というものは背伸びをしたがる。ただの子供の時を終え、大人になりかかるわずかな時を、まるで子供の部分が足かせであるかのように早く振りほどこうとする。そんなもんだろう。でもそれは子供ならば触れずに済むかもしれない危険なことに足を踏み入れることと同義ということですね。その通りだ。時にその振る舞いは自らを危険にさらしてしまう。このお話はちょっと大人ぶってしまったことで災いを自らの身に呼び寄せてしまった、そんな隣国の不幸な少女のお話だ。おしゃれの赤、血の赤、渓谷の赤、その赤い頭巾に込められた意味は何でしょうね。いやあ、どこへ行くんだい？そもそもなんでウルフがいたのかしら。彼はおばあちゃんに会わなかったのかな。ん？待って、おばあちゃんがいないのにウルフがいて、はっ、まさか彼がおばあちゃんも？そういえば昨日食べたのは何の肉だって。それにあの赤い飲み物はまさか。どこへ行くんだ？あ、ちょっと模様しちゃったの。あなたに見られてた、恥ずかしいわ。仕方ない、家の外でしておいで。ただし腹にロープを巻くんだ。